こちら東京渋谷教育対策スクール SLC の矢田でございます。語源、スペル、確信代表する英単語の授業55回目の今日の単語はブレステイキング。さあ皆さん、意味はどうでしょうか。息を飲むほどですよね。さあ問題は、なぜこのブレステイキングが息を飲むほどという意味につながるのかということですが、それはスペルですね。つまり綴りに注目をしていただきますと、この意味につなげやすくなるかと思います。サビさん、ブレステイキングをご覧になっていただいて、ある単語が隠れていますね。それはブレス、息ですね。ですからそのイメージを持っていただきますと、ブレステイキングの息を飲むほどのという意味にもつなげることができるかと思います。そしてブレス、息が出てきましたので、この動詞も合わせて押さえてみてください。ブリーズですね。息をする、つまり呼吸するということですね。発音にも注意です。ブリーズですので、ブレステイキング、息を飲むほどのと合わせて押さえましょう。でちなみにブレステイキングですが、こちら ETS が制作いたしました公式問題集のトレーニングリーディング編ですね、の174ページにも掲載されておりますので、参考になさってみてください。そして我々はですね、皆様の TOEIC スコアアップ、こちらにつながるような動画をこれからも毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。